医師、ブラバント女公。2001年、エリザベートは、当時王大,大使であった、ブラバント公フィリップと、同妃マティルドの第一王女として、アンデルレヒトで誕生した。ベルギーでは、遡ること1991年に憲法が改正され、王位の継承は、男女の区別なく、長子先継ぎ制となっていた。エリザベートに続いて年に、ガブリエル王子年に、 エマニュエル王子の弟二人が誕生したが、エリザベート王女の王位継承順位は、父王大使に次ぐ、第二位のまま変わることはなかった。父王大使が2013年7月に国王に、即位すると、エリザベート王女は、同国、王府と子女の称号である、ブラバント皇位を継承、ブラバント女皇となり、同国王位の法廷推定相続人となった。 エリザベート王夫と子女が即位した場合、ベルギー発の女王が誕生することになる。ありがとうございます。